トマトです。さあ、今回はこちら。はい、プロ野球チップス2024第2弾、こちら開封していきたいと思います。6パック購入したね、最後の1箱となっております。はい、最後はですね、サインカード少なくても1枚は絶対引き上げたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは、早速ですが、ご覧ください。はい、それではですね、プロ野球チップス開封を始めていきたいと思います。では一袋目いきます。せーの、はいはい、DeNA、 はい、渡来選手、初めてじゃないかな、違うかな、はい、と、おー、伊藤選手ですね。はい、今回はちゃんと176センチになってますね。はい、前回もいたかな、これ。はい、ということで、はい、渡来選手と、はい、一発目いきなりスターカードなんで、はい、いきます。せーの、はい、うん、はい、では、2袋目いきます。はい、せーの、はい、はい、中村選手と、はい、チェックリスト。はい、では3袋目いきます。いきます。せーの、はい、はい、中野選手と、はい、柳選手。はい、では4袋目いきます。せーの、はい、はい、ソフトバンク石川選手と、はい、中日三好選手。はい、では5袋目ですね、いきます。せーの、はい、はい、阪神佐藤選手と、はい、日ハム松本選手。はい、では半分、6袋目ですね、いきます。せーの、はい、オリックス山崎選手と、はい、チェックリスト。はい、では折り返し7袋目です、いきます。せーの、はい、はい、千葉ロッテ荻野選手と、はい、楽天村林選手。はい、では8袋目いきます。せーの、はい、おお、坂戸増田選手と、はい、西川選手。はい、では増田選手いきます。せーの、はい、はい、サイン出ないですね。はい、では9袋目いきます。せーの、はい、はい、広島大瀬良選手と、おう、戸郷選手。戸郷選手はただもうサインカード待ってますね。はい、ではいきます。せーの、はい、おう、よかった。はい、では10袋目ですね。はい、いきます。せーの、はい、はい、DeNA 森選手と、チェックリスト清水選手。チェックリストじゃない、選手会長ですね。はい、あー、はい、では11袋目いきます。せーの、はい、はい、角中選手と、はい、丸選手。はい、では前半戦最後ですね、12袋目いきます。せーの、はい、はい、 DeNA じゃないわ、オリックス、杉本選手と、はい、万波選手。はい、ということで前半ですね、とりあえず開封終わりましたが、サインはゼロ。はい、スターカード3枚でございます。はい、それではですね、後半戦始めていきたいと思います。はい、とりあえずね、薄塩味の方はこれで最後になりますので、はい、ぜひサインカード引きたいと思います。では一袋目いきます。せーの、はい、はい、オリックス宮城選手と、中日大野選手。はい、では二袋目いきます。せーの、はい、はい、DeNA 大貫選手と、おー、楽天島内選手。さあ、いきます。
せーの、はい、来ないな。はい、では3袋目いきます。せーの、はい、はい、ソフトバンク山川選手と、はい、ライオンズ外崎選手。はい、では4袋目いきます。せーの、はい、はい、 DeNA 関根選手と、はい、楽天渡辺選手。はい、では5袋目いきます。せーの、はい、はい、 DeNA じゃなくてオリックス西川選手と、はい、巨人佐々木選手。はい、では半分、6袋目です。いきます。せーの、はい、はい、ソフトバンク中村選手と、はい、西武、平井選手。はい、折り返し7袋目でございます。いきます。せーの、はい、阪神森下選手と、はい、チクリスト。はい、では8袋目です。いきます。せーの、はい、はい、千葉ロッテ佐々木選手と、はい、巨人中川選手。はい、では9袋目です。いきます。せーの、はい、はい、広島島内選手と、おお、日ハム山崎選手。はい、ではいきます。せーの、はい、来ない。はい、では10袋目いきます。せーの、はい、おお、 DeNA 牧選手と、はい、日ハムマルティネス選手。ん、気のせいか、なんかカードが曲がってるな、これ曲がってますね。はい、うわー、曲がっちゃってる。まあまあまあ、はい、では牧選手いきます。せーの、はい、すごい反ってんな、これカード、わかりますかね。はい、では11袋目いきます。せーの、はい、はい、 DeNA 宮崎選手と、おお、中日岡林選手。お、これまたサイン出ないか。はい、では12袋目いきます。せーの、はい、オリックス森選手と、はい、西武古賀選手。出ねえな、マジで。はい、後半戦、はい、スターカード3枚とサインカード0枚、そして牧選手めっちゃ曲がってる。はい、いかがだったでしょうか。ということでね、はい、最後一箱、まさかの二度目のサインゼロでございます。ということで、とりあえず一発目ですね。はい、通常版、6箱買って出たサインカード4枚ということで、ちょっと悲しいなーっていう気がしますね。はい、ということで、まあ次はスペシャルボックスですかね。はい、出るまでちょっと我慢かなと思います。はい、スペシャルボックスまた届きましたら、はい、時間作って、動画編集したいと思いますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。